の皆さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。区長さんがすごい楽しい方で、もう何を言っても多分もう受けないですよねなんで、まあじゃあ最初にまずはね、体を温めるためにも与那国コータ、ね、先ほどご紹介しました最西端になります沖縄の、沖縄じゃ日本の最西端にある島 の、 紹介した歌を歌いたいと思います。配慮が入ってるからです。ごめんなさい、なんか表現がおかしい。はい、
すみません。寒さでね、弦とかも縮んだり緩んだりなんて言い訳をしているように聞こえますが、はい、私たちは台東区の方で三線教室をやっているもので、今日わざわざ沖縄から来たわけではないんですが、ね、せっかくなので今日は踊れるイベントということなので、いろいろね踊れるナンバーをお届けしながら楽しみたいと思いますけれども、次は、豊か節という歌を歌います。豊か節は今年1年素晴らしい年になりますように、実りの多い皆さんが豊かで健康で笑って過ごせるようにっていうことを祈って歌いたいと思います。沖縄の歌なのでちょっと言葉がねなかなか分かりづらいとは思うんですけれども、まあ、そういった祈りを込めて歌ってる歌いたいと思いますので、豊か節をぜひ聴いてください。大丈夫？ありがとうございます。では豊か節いきます。シーバーで歌ってたんですけれども、踊って遊びましょうっていうことを実は歌ってます。なんでせっかく歌詞の中で踊って遊ぼうって入れたので、次は皆さんで踊って遊びたいと思います。はい、ということでスタンバイよろしく。はい、はい、
今度は浅田裕太というちょっとさっきの回でもやったんですけど、すごくあの皆さん踊っていただいて盛り上がったので、もう一度やりたいと思います。なんでさっき踊れなかった方はもう一度ね、ぜひぜひ。でちょっと前に可愛いあのダンサーいっぱい出したので見本です。はい、あのとっても簡単な手踊りですね。なんか手をひらひらひらとさせるんですけれども、あの前のお姉さん方を見ていただいたらなんとなく踊れがわかると思います。ちょっと最初ゆっくりやってみますね。せっかくだから踊って遊ぼうということです。はい、どんどん参加ご参加をよろしくお願いいたします。はい、とても簡単なね、あの踊りなので、まあ間違ってもいいんですよ別にね、楽しくやれれば。はい、ということで、じゃあもういきなりですが本番をやりたいと思います。朝ドラユンタっていう曲なんですけれども、今実はゆっくりやったんですけど、もう少しダンスね温まるように少しだけアップテンポで、あのちょっと楽しい感じでやりたいと思いますので、じゃあ皆さんぜひぜひ、あのその場でもいいですし、あの遠くからでもいいので、ぜひぜひ一緒に踊りましょうということで、朝ドラユンタいきます。
素晴らしい、綺麗に、ね、初めてとは思えないですね。なんかね、なんか仕込んできた桜みたいな感じで、そちらの方もめちゃくちゃ上手なんですけど、え、沖縄の方ではないんですよね。普通の方ですか？一般人。沖縄ではないです。すごいですね。素晴らしかったです。ありがとうございます。もう私見てる方が楽しかったです。ありがとうございました。はい。ね、こうやって皆さんでいきなりでも踊れるのが沖縄の音楽のとっても楽しいところなんですよね。ということで、じゃあ、あ、一回戻ってこようか、じゃあ。ね、はい。楽しいですね。ちょっと、ここにあるカイロあった。カイロで、たまに温めながら。ね、じゃあ、次は、畳節。はい。あ、それね、サンバっていうね、楽器なんですよ。ぜひぜひ、やってください、カチカチ。合わせて。沖縄の三枚の歌って書いて、サンバっていう楽器なんですけれども、そう、打楽器でカチカチでやってね、やるんですよ。楽しいですよ。はい、じゃあ次はですね、くたび節っていう歌なんですけれども、おめでたい時に歌う歌です。今日はね、すごく大盛況で、まあ、最終日ということなんですけれども、このお祭りが大盛況で、今日ね、終われるということを願いまして、おめでたい歌を歌いたいと思います。よろしいでしょうか。くたび節いきたいと思います。遊ぶなんですよ、また。だから遊んで楽しむってずっと歌ってました、実は。なんでまた遊びたいと思います、ね、じゃあデュエット、はい、今度はデュエット曲、ね、結構沖縄ちゃん以外の方でも割とご存知な19の春っていうね、歌を、こちらもね、結構流行ったそうですよ。なので、ご存知の方も多いんですけれども、19の春を、男女のデュエットで
歌いたいと思います。ご存知の方はぜひ一緒にご唱和ください。一緒に歌ってください。ね、私があなたに惚れたのはちょうど中期の春でしたっていうね、なんか聞いたことございません？はい、サンバ OK？ はい、じゃあなんか男性ね、元気よくね、女性ね、今日ね、男性少ないんですよ、女性ばっかりでね、今日ちょっと、こう2点じゃなくて、なんていうのこういうの黒2点になって、はい、男性2人頑張っておりますので、はい、じゃあ、住所の春をお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。景気がいい感じの音楽を中心にしてきたんですけれども、沖縄にはいろいろな歌がありまして、そうですね、なんか教訓歌とか、子守歌とか労働歌とか、恋の歌もありますし、たくさんいろいろあるんですけども、今度はちょっとしっとりとしたね、ちょっともう今夕方に近づいてきましたけれども、こういう時間帯になんとなくいい感じの歌を歌いたいと思います。遠藤の花という歌なんですけれども、
はい、ただ沖縄の歌なんですけれども 100% 沖縄の歌なんですけれども、ちゃんとあの日本語で分かりやすい歌になってますので、皆さんで一緒に楽しめると思います。はい、大丈夫。はい、ね、ここに誰か一人いないね。誰かな。ね、今日は皆さん見てる方もとっても寒いと思うんですけど、本当にありがとうございます。私たちは皆さんが、ね、見ていてくれるだけですごくパワーをもらえて元気になりますが、ね、じゃあ遠藤の花を行ってみようか。大丈夫そう。行きますか。はい、では遠藤の花をお送りいたします。カチャーシータイムとなりますよ。はい、カチャーシーっていうあの沖縄は必ずねこういう座開きとか、まあ、最後になんかやるんですけれども、カチャーシーって何ってあの かき回すなんですね。かき回すでカチャーシーなんですけれども、まあ、何をかき回すかっていうと皆さんの皆さんのね
あのあれです、全財産をかき回していただくっていうことではなく、はい、ありがたすぎたちょっと、はい、皆さんのね、いろんな気持ちとか楽しい気持ちとかをみんなで混ぜ混ぜにして、はい、入りたいと思いますので、勝ち橋ね、さっきいた人はなんとなく分かると思うんですけど、初めての方に少しだけ説明をさせてください。男踊り、女踊りとかなんかね、いろいろあるんですけど、あんまり考えなくてもいいです。正直言ってしまえば、モンキーダンスだろうが、あ、ツイストだろうが、はい、なんでもいいです。はい、なんでさっきのね、フラダンスとかでも全然問題ないんです、実は。自由なんです、本当は。ですが、ちょっとなんか、かっこよくね、やってみましょうか。沖縄っぽくね。はい、じゃあ、まず、女性からやってみようか。女性の場合はさっきもやらせたけど。はい、はい、はい。女性の場合は、手を、パンのままで、そのまま横にゆらっと、はい、いけない、海藻みたいなね、そうじゃない、はい、海藻じゃないね、はい、ちょっと手首を返すと綺麗かな、うん、そうですね、沖縄のポイントはちょっとこうね、手首使うのがなんかそのらしいって感じですね、うん、そうそう、あ、なんか上手ですね、なんか素晴らしいですね、はい、はい、じゃあまあこれね、割と綺麗な感じで女性に受けがいいんですけど、男性、そう、男性はちょっとかっこよくもできるんですよ。それはどうすればいい？はい、今の方と一緒ですけど、グーを、グーで一回こう止めて、うん、シャッと押してくれる。なんかね、ちょっとこうグーにして一回こうクッて止めるだけでかっこいいですよね。勇ましい感じなんですよ、男性は、はい、なんで、まあお好みですけどね、これはね、はい、自由なんで何でもいいです。これで、なんだっけ、縦でやったらあれですね、なんだっけ、阿波踊り阿波踊りでも大丈夫です、はい、まあ、何でもいいのが沖縄の自由な踊りなので、はい、ということで、みんなで最後いっぱい踊って帰りたいと思います。ちなみに動き回っても大丈夫です。その場じゃなくてもずっとこう踊りながら自由に動くのもまた楽しいんですけども、はい、ではじゃあもういきなりですが本番行ってみたいと思います。勝ち足、最後放念音頭という曲で締めたいと思います。じゃあ温まって帰るぞということで、踊りまーす。Bye.
なかなかね、こうバッとノリで出てきてくれる人いないんですけれども、ここは本当に皆さん温かくていい方ばっかりで、私たちもとても楽しく演奏ができました。今日一日2回ステージさせていただいたんですけれども、本当に楽しかったのでありがとうございました。またいつでも入谷の方で教室やってますので遊びに来てください。じゃあ今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、一緒に踊っていただいた皆さんどうでした？楽しんでもらいましたよかった。もうなんかオリジナリティ溢れる踊りが見せていただきまして、ね、盛り上げてなんか温まりましたね。とんでもね、楽しいステージをありがとうございました。太陽さんの家の方でね、お教室をされているということなので、よかったらお教室の方もね、見学にお出かけになってみてください。さあ、